はい、皆さんこんにちは。本日はね、映画トラペジウムを見てきましたと。チケットがこちらになります。入場者特典でこういったあと何かついてましたと。で、トラペジウムですが、なんかね、初めてアイドルを見た時思ったの、人間って光るんだってっていうね、こういった話ですね。で、原作が乃木坂46の1期生の高山一実さんですかね。この人が書かれた小説らしいので、まあある意味ね、その現役のアイドルがそのアイドルになる女子高生の物語を書いたっていう感じですかね。それのアニメ化ですね。で、東西南北の美少女を仲間にするっていう話なんですけど、まあ東西南北といっても、その地域のね、高校ですね、北高と南のなんか女子校と、あ、南のお嬢様高校と、まあ東高校はね、本人なんですよ。東高校と、で、西は、高専ですね。工業的なロボットが作ったりとかするような、工業系の高専があってってことで、まあ四種四様の、なんだろうな、その高校が、あと、東西南北にあり、まあこのね、東西南北の美少女を仲間にすることが、この東優の、まあある意味ね、アイドルになるための必殺技というか、まあ必勝法ですね。そういったことになります。で、物語が、高校1年生の東優は絶対にアイドルになるため、自らに4か条を貸して高校生活を送っていた。SNS はやらない、彼氏は作らない、学校では目立たない、東西南北の美少女を仲間にする。別々の学校に通う美少女たちを集めてアイドルグループを作るという優の計画は、夢の階段を上り続ける中で大きな問題に直面するという話になってきます。まあ、まずね、この東優っていう女の子いて、これ東高校なんですね。まあ制服がね、まあダサい扱いされる感じですよね。まあ、制服がダサい扱いされるっていうか、まあ標準的な学生ですよね。なんか東高校ってそんな感じなんですかね、どこも。まあそんなわけでね、東高校出身の女の子はこのね、南のね、そのお嬢様高校ですね、そこに堂々と入っていくわけですよ、この格好で。で、ここのその高校の美少女を探しに行くわけですね。それはね、テニス部なんですよ。テニス部でこの子ですね。テニス部のこの子で、もうお蝶夫人みたいな感じなんですよ。まあお嬢様だし、お金持ちだし。で、このね、巻き髪みたいな髪型していて、まあお蝶夫人みたいな、なんだけど、テニスは下手という。そういったキャラですね。なのであんまり自分にそのテニスも自信も持ってないっていう女の子で、まあそれを仲良くなっていくわけですね。で、この子はね、その計画して、そのアイドルになるための作戦をもうノートに書いてあるわけですよ。で、その作戦に従って、まあ、まずね、この南高校のお嬢様高校の南の女の子を仲間っていうかね、友達になるわけですね。で、その次はね、西の高専ですね。西の高専にそのロボットコンテストとかで活躍して、ちょっとね、メディアに取り上げられたことによって、なんかアイドル扱いされてる女の子がいるんですよ。とはいえね、高専なので男子ばっかなんですね。男子ばっかの中にこうロボット研究部かなんか のアイドルみたいな女の子がいて、まあこの子が本命なんですよ。まずこの子を友達になりたいってことで、まあそのこの子と会う前にね、一回この男性ですね、この高専の男子の高校生なんだ、この男子の生徒と仲良くなって、まあその紹介してもらうわけですよ。で、紹介してもらって仲良くなるわけですね。今度はね、この3人でね、仲良くなるわけですね。ものすごく仲良くなるわけですよ。なんかうまい具合に行って、特にこの2人がね、相性が良かったんですね。この2人が相性が良くて、まあ特にこの3人で仲良くなるって感じですね。で、とりあえずこれで北以外ですね、東、南、西が集まったってことで、あと北高校だなってことで、北高校のね、その美少女を探すってことになるんだけど、で、北高校に行く前に、まあこの西高校の女の子と、まあ本屋行ったら声をかけてきた女の子がいたんですよ。で、それがこの女の子で、この女の子がこの東優の小学校時代の同級生ですね。なのでこっちは気づいたんだけど、逆に東優の方からはもうイメージが全然変わっていて、ものすごい美少女になってたってことで気づかなかったんですね。で、小学校時代のね、同級生ってことでちょっと警戒はするんだけど、まあ美少女なので、まあこの子と友達になるわけですね。というわけで、ちょっとね、友達になるっていうか、友達になったっていう、そういう、なんだろうな、必然性ではなく、友達になるっていうね、もうなんか能動的な友達なんですよね。この女の子からして、この女の子中心に能動的になるわけですよ。ただまあ相性がね、うまい具合に
うまくいって、この4人で本当に仲良くなるわけですね。まあこの時はいいんだけど、でこの女の子はね、さらにこっから作戦があって、でこの4人で仲良くなって、でとにかくね、あのこの東優以外はそのみんなあれ東西南北の高校だねなんてことでね、偶然にしたら出来すぎてるねぐらいな感じで話してるわけですね。まあ全てはね東優のこのシナリオだったんだけど、でこのシナリオに乗って、今度東優は極力このメディアが来そうなところで4人でねボランティアをするわけですね。でそのね、あのメディアが来たところでこの4人のね美少女が働いてるなんてことでちょっと話題になって、そこで注目を浴びてればいいなっていう作戦なんですよ。要するにそのオーディションとかではなく、まあ口コミというかね、メディアにね取り上げられることによってこうね、なんか成り上がっていくみたいなね、そういったアイドルのその作戦を考えてたわけですね。でそれは見事にハマってどんどんうまくいっていくわけですよ。なのでね、アイドルになるというか、まあ番組企画としてこの4人東西南北っていうね、そうユニットになるんだけど、うん、このね東西南北の女子高生ユニットがその番組の企画の中でそのね曲を1曲ぐらい歌うまではうまくいくわけですよ、うん、ここまででこうねアイドルになったっていう感じはするんだけど、まあそこからですよね、そこから崩れていくのがまあ人間関係ということで、まあ東優は本人はねものすごいそのアイドルになりたかったからこういった作戦とか立ててうまい具合にいったわけですけど、まあこの3人はね巻き込まれてるわけですよ。なので特にねこの女の子はその1回チヤホヤされてアイドル扱いされたことがちょっとねトラウマになっていて、あんまりね人前に出たくないタイプなんですよね。そんなわけでここら辺が心が弱ってきたりとか、あとこの女の子もいろいろちょっと問題があって、スキャンダル的な問題があり、あって、それがね、まあ別にそこまでね、マスコミで取り上げられるレベルではないんだけど、まだこのユニットとしては。ただね、まあこの SNS 時代なので、まあそこら辺でね、ちょっとね、ネットで、まあツイッターみたいなもんでね、取り上げられてしまうっていうね。うん、そういった感じになっていて、まあうまくいったのでね、どんどんね、あの最初はこう仲良くね明るく楽しくしていたのがね、だんだんこうね、この東優自体もね笑顔がなくなり、もうどんどんなんだろう、なんかマネージャーのようなね、ものすごい仕事で忙しい中間管理職みたいな顔になっていくわけですよだんだん取り尽くし間がない感じですよね。でこの3人がねだんだん心も離れていって、まあだんだん崩れていくって話ですね。まあそこら辺がこうまあよくある物語というか、アイドルこうねサクセスストーリーの、まあ、シナリオ通りになっていくって感じですかね。ただまあこの物語はそのアイドルになるためにこの東優がもうね高校生時代からその作戦を立ててたってところですかね。その作戦を立てて作戦通りうまくいったっていう感じですかね。うまくいったんだけどってことですね。その作戦の先ですね、このアイドルになる前の人間が立てた計画の破綻はやはりなった後ですよね。なった後のこの知らない世界というかね、知らない大人の世界というか、まあその多忙だったり、いろいろね、この人の注目を集めたりとかするね、その息苦しさみたいなものとかね、そういったものの苦労ですよね。そこら辺が分かってなかったってところで、こう、いろいろ崩れていくって話ですね。まあなので、そんなに奇をてらった物語ではないんですね。まあそんなわけで、そんなね、奇をてらった物語ではないので、まあストレートな、なんかね、アイドルサクセスストーリーみたいな物語になってきます。で、途中で、だからそこら辺でね、まあ、失敗とかありつつもって感じですかね。まあで、最終的にはどうなるのかっていうところが、一つの物語になってきます。まあなのでね、そんなになんか、うん、意外性のある物語とか、大どんでん返しがあるとか、うん、そういった話ではないんですよね。うん。だから、まあまあまあ、その、予定調和というか、うん、オーソドックスな話を見たいなって人は、これをね、見た方がいいんではないでしょうか。まあ、まさにね、このトラペジウムはね、本当にオーソドックスなアイドルサクセスストーリーになってるので、まあ、オーソドックスな感じの話をね、楽しめるというかね、そういった物語を見たい人は見た方がいいんじゃないかなと思います。というわけでね、本日はね、トラペジウムを見てきたでした。では、皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。